き締まった銀色のボディ、縁起のいい初物として知られる初ガツオです。土佐沖で先月中旬から取れ始め、旬を迎えました。カツオ一本釣りの町、中土佐町の呉新港では朝6時半から毎日3トンから5トンもの初ガツオが競りにかけられています。呉大正町市場の人気店、田中鮮魚店ではカツオマイスターの田中貴弘社長がわら焼きに大忙し。社長、今年の味はいかがでしょう。ここら辺の漁師さんでも美味しい美味しいってかなり食べてるね。今年はちょっと締まり気味に脂があるから、だから余計多分地元の人はなんかえら美味しいねって食べるよ。通常初ガツオは脂のりのいい戻りガツオに比べて引き締まった身の食感とさっぱりとした赤身の美味しさが際立ちます。しかし今年は引き締まった身の食感はそのままに脂のりも良く、初ガツオと戻りガツオ両方のいいとこ取りをしたような味わいが楽しめます。さらに豊漁が続いていることから、店先に並ぶのは厳選されたカツオばかり。田中社長のおすすめの食べ方は、素材の良さをダイレクトに感じられる刺身です。よし、ワンバウンドさせて、もう笑っちゃうぐらいの美味しさですね。初ガツオならではのこの赤身のさっぱりした味わい、そして今年は脂がすごく乗ってますね。これはもうノーカツオノーライフ、カツオなしでは生きられません。日本で一番早く美味しいカツオを食べれる高知で、まあ誰よりも早くニコニコしながら食べるっていうのを、まあ、ここへ来て楽しんでもらいたいっていう思ってます。中土佐町の初ガツオは6月頃まで楽しめそうです。